はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。ようやくピーコね、復活しました。ここにねいますけれども、今日はね猫背についてのお話をしていくんですが、猫背を治すために、背中のトレーニングしましょうねっていうお話は前の動画とかでもさせていただきました。はい、で今日は、もう一個加えて、猫背を改善させるためには背中のトレーニングできれば2種類やってほしいっていうお話をねしていこうかなと思います。はい、早速ねお話ししていくんですが、猫背って皆さんどういう状態ですか？思い思いの猫背作ってみましょう。はい、体を皆さん丸めると思うんですけれども、多くの方がやっぱり肩関節が前に入ってしまっている状態っていうのを作ると思います。それからあとデスクワークやってる方とかにも多いんですけど、どうしても腕を常に上げてる状態になってるんで、肩が上がっていく、すくんでいく状態、要するに、肩が前に入って肩が上がる、これかなり極端にやってますけど、こんな状態になってしまっている方がとっても多いんじゃないかなと思います。はい、で実はトレーニングっていうのは、前トレーニングに関わる体を分ける面の話をさせていただいたんですけれども、動かす方向によってどの面上の動きかっていうのが変わるんですね。で簡単に言うと、肩甲骨が開いてしまって肩が前に入ってしまってる、で肩甲骨が上がっていて肩がすくんでしまってる、はい、肩がすくんで上がってしまっているのに肩を寄せても、はい、この寄せるトレーニングしても肩下げられないですよね。なので上がってる状態は治りません。はい、逆に肩が前に入ってしまってます。はい、これを肩を下げるトレーニングしても肩ずっと前に入ったままですよね。なのでこの肩が前に入ってしまっている状態っていうのは治りません。はい、肩甲骨っていうのはちょっと寄ってでちょっと下がってるのが、理想のポジションっていうふうに言われてます。なので肩甲骨を寄せるトレーニング一つと肩甲骨を下げるトレーニングを一つ、ぜひやっていただく必要があるんですね。で、よくやるのが、ラットプルダウンっていうマシン、上から引っ張るマシン、この前も動画でちょっとフォームのお話をさせていただいたんですけれども、これは広背筋をどちらかというとメインに使って肩甲骨を下げる動きになります。それから、トレーニングジムとかによくあるもう一つのマシンがローローっていうマシンですね。前から脇を締めてちょっと引っ張るような動き、はい、これがどちらかというと肩甲骨を寄せる動きになります。なので両方発生してしまっている猫背の方は両方やっていただいた方が治りやすいっていうのはわかると思います。肩甲骨を下げる方と肩甲骨を寄せる方のトレーニングを両方やっていただいた方がいいかなと思います。もちろん人によって肩はあんまり上がってなくて、肩が前に入ってしまってるだけみたいな人もいますし、肩甲骨はしっかり寄ってるけど肩がちょっとすくんでしまってるみたいな方もいらっしゃるんで、人それぞれやらなきゃいけないことは違うんですけど、両方なっちゃってる方はどっちもやる必要があるっていうのをぜひ覚えておいてください。で、トレーニングマシンに関してはラットプルダウンと、ローローっていうマシンが、代表的で使いやすいんじゃないかなと思います。はい、で自宅でもしやるとしたら、前習いの状態から体の横に手を引っ張ってくる、これがローローに近い状態ですよね。はい、この動きを10回3セット、それから上から下ろすプルダウンっていう、このチューリップみたいなね動き、花が開くみたいな動き、こんなのもとってもおすすめです。これは肩甲骨を下げる動き、前習いから引っ張ってくるのは肩甲骨を寄せる動き、トレーニングで重りを使わなくてもこれをやるだけでも十分猫背改善することができますので、ぜひやってみてください。ペースとしてはゆっくりでいいと思います。上から下げる、1、2、3、こんなペースでいいと思うので10回3セット、ぜひ背中に意識を入れてねやってみてください。前から引っ張る時も1、2、3、こんなイメージです。脇をちょっと締めながらね、ぜひやってみてください。全身取れるときにこの辺の猫背プログラムみたいなのは、詳しくお話ししようと思いますので、今日はざっくりとしておりますが、ぜひねちょっと参考にしていただければと思います。結構猫背困ってる方いらっしゃるので、ぜひ背中にフォーカスして、考えてみるといいんじゃないかなと思います。あとはね、首が前に出てしまったり、首をね元に戻さなきゃいけない状態の方とかもいらっしゃるんですけど、肩甲骨って結構
そのパソコン作業とかやってると肩甲骨開いて肩が上がってしまってる状態になってる方とっても多いので、まずは背中意識していただくといいのかなと思います。あとはもも裏とかお尻とかお腹とか、姿勢改善するためにまあ必要なところ、もちろん全身ね、気にしなきゃいけないんですけど、まずは背中をねしっかり寄せて、胸を張れる状態にするといいかなと思います。胸を張るために胸のトレーニング一生懸命やる人がいるんですけど、胸のトレーニング一生懸命やると胸強くなるんでね、胸に肩引っ張られるんですよね。余計猫背になっちゃうので、姿勢を改善するときは胸より背中です。ぜひ背中のトレーニング積極的にやるようにしてみましょう。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。